セール・ギラシは、フランス・アルル出身のサッカー選手。スタッド・レンヌに所属している。ポジションは FW を務める。2015年6月、リーグアンのロス・クリール・メトロポールと4年契約を結んだ。移籍金は100万ユーロ。2015から16シーズン途中に、リーグ2のアージュをセールに、レンタル移籍すると、リーグ戦16試合に出場し8得点を挙げた。2016年6月、 1>, 1、FC ケルンと5年契約を結んだ。移籍後、半月以下の手術を受けたためで遅れたが、9月25日に行われた RB、ライプツイヒ戦でリーグデビューを果たし、10月30日に行われたバイエルレバー空前戦で初得点を決めた。2019年1月31日、アミアン SC にレンタル移籍。契約には買取オプションが含まれている。 2020年8月27日、スタットレンヌと5年契約を結んだ。代表レベルでは、各年代のフランス代表に招集された経歴を持つ。U-19 フランス代表としては2015年3月に行われた UEFAU-19 欧州選手権2015、予選の U-19 イングランド代表戦で1得点。 U-19 デンマーク代表戦で2得点を上げる活躍を見せると、同年7月にギリシャで開催された本大会ではグループリーグ第2戦の U-19 ウクライナ代表戦で得点を決めるなど全4試合に出場した。U-20 フランス代表としては2016年に地元フランスで行われたトゥーロン国際大会に出場し3得点を上げた。 ギニア出身の両親を持つ、ありがとうございます。